優駿牝馬は、日本中央競馬会が、東京競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争である。1965年からの副称が付けられており、競馬番組表での名称は、優駿牝馬、開示を含める表記では、優駿牝馬と表記している。多くは、歌詞を意味する英語。ダービーステークス創設者の第12代ダービー卿、エドワード・スミス・スタンレーは、歌詞の森が茂る、オークスと呼ばれる土地を所有しており、1779年にエリザベス・ハミルトンと結婚した際、記念に競馬を開催することを発案。その中に、夫人の希望を入れて3歳牝馬のレースを行い、これがオークスステークスと名付けられたのが由来とされている。日本では、本競争の優勝馬を、歌詞の女王という通称で呼ぶこともある。正賞は、内閣総理大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。1938年にイギリスのオークスステークスを範として4歳、牝馬限定の阪神優駿牝馬を阪神競馬場に創設。横浜農林商商店4歳子馬、東京優駿、京都農林商商店4歳子馬、中山4歳牝馬と区別とともに日本のクラシック競争の一つとされる。桜花賞は最もスピードのある繁殖牝馬の検定競争とされたのに対し、本競争はスピードとスタミナを兼ね備えた繁殖牝馬を選定するためのレースとされている。距離は創設当初芝2700メートルだったが、1940年から1942年まで芝2450メートルで施行した後、1943年から芝2400メートルに変更。施行場も1946年から東京競馬場に変更され、この際に名称を優駿牝馬に改称。1965年からの副称が付けられ、現在に至る。施行時期は1952年まで秋季だったが、1953年から春季に変更された。1984年よりグレード制が施行され、GI に格付け。1995年から地方競馬所属馬が、2003年からは外国産馬がそれぞれ出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。2018年から2020年まで本競争の1から3着馬には当該年に行われるベルメイユ賞への優先出走権が与えられていた。同年よりビクトリアマイル、安田記念とともにデスティナシオンフランスの名称で提携していたが、2021年より対象競争から外された。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳牝馬負担重量、定量未勝利馬、未出走馬には出走権がないものの、未勝利馬、未出走馬でも出走できる、フローラステークススイートピーステークスで習得賞金を加算し、優先出走権を得れば出走できる。2017年までは、フローラステークス3着スイートピーステークス2着でも、優先出走権を得られたものの、これらの着順では、習得賞金を得られないため、未勝利馬、未出走馬がこれらの着順となった場合は、出走資格を得られなかった。出馬投票を行った馬のうち優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は通算習得賞金の総計が多い、順に出走できる。なお、出馬投票の結果同順位の馬が多数おり、出走可能頭数を超過した場合は、抽選で出走馬を決める。出馬投票を行った外国馬は優先出走できる。JRA 所属馬、地方競馬所属馬は、以下の競争で所定の成績を収めた馬に優先出走権が付与される。地方競馬所属馬は、上記のほか、NHK マイルカップの2着以内馬、及び JRA で施行する、芝の3歳重賞競争優勝馬にも、出走資格が与えられる。2021年の1着賞金は1億1000万円で、以下2着4400万円、3着2800万円、4着1700万円、5着1100万円。優勝馬の馬齢は、2000年以前も、現行表記に揃えている。競馬場について、第5回までの阪神は、鳴尾競馬場を表す。競走名は、第6回まで、阪神優駿牝馬、第7回以降は、優駿牝馬。各回競走結果の出典。ありがとうございます。